大江聖路から1927年4月18日は、日本の武道家。無双時期伝英心新流哀術第17代宗家。第2本武徳会哀術藩士、剣道教師。号は、アシス。字は、死刑と称した。無双時期伝英心新流哀術第17代宗家で、英心流は、土佐藩において、長谷川流、英心流、長谷川英心流、無双時家電流、 無双神殿流などとも呼ばれており、大江はこれを無双直伝英神流に統一し、合わせて豪の形の統一を図った。江戸時代、乙女流として、半外不出だった英神流を、明治の世になり、全国に広く伝えた。これが英神流の現代、居合道の一になったとされる。また、多くの門弟を育て免許を与えており、これにより英神流に、 多くの文化が生まれている。殺土倒幕の密約記念碑密約が締結される前、段階として、京都、金安楼で、会見が持たれたことを記念する石碑京都市東山区、開江5年10月10日、大江倉寺の次男として、土佐国土佐軍、塚村生まれる。幼名は、浜田十和。はじめひねのベンチに指示して、剣術を収める。次で、犯行。 文武館で、永心流化村敗愛術や人大孔を習得する。慶応3年、判明に従い上落。伏見方面を敬語する。時に16歳。慶応4年に1月3日、鳥羽伏見で戦闘が始まり、1月4日、山田義久馬隊、吉松族の助隊、山地元春、北村重より、二川元助らは、前年5月21日、 中岡慎太郎が仲介し、土佐藩、板垣大輔、薩摩藩、西郷隆盛らによって締結された、薩土倒幕の密約を履行し、判明を待たず参戦。その後、二式のお旗が上がる。大江聖路もこの時、戦闘に加わった。美浦元脇率いる土佐藩六番隊は、慶応四年一1月9日8辻に慶応出立、淀城に向かった。軍総裁、 忍那寺宮、秋人新郎警護の土佐藩兵戦法と交代するためであったが、同日夜二同隊が淀城に到着した時は、忍那寺宮と警護兵はすでに城を立ち、大阪に向かった後だった。そこで、軍艦、林も兵の判断で六番隊は、翌10日夜明けに淀城を立ち、淀川を降り、同日夜大阪で、忍那寺宮隊と合流した。この時点で、の警護は、 薩摩藩判に変わっており、6番隊の当初の目的は、失効した。当時の堺は、大阪町奉行の支配下にあったが、1月7日の大阪会場により、大阪町奉行は事実上崩壊し、旧堺奉行所に駐在していた同心たちも、逃亡していたため、1月11日になり、6番隊に、堺町内の警護が新たな任務として発令される。 六番隊は即日大阪を出発し、その日のうちに、境に入った。同二月二十三日、境事件に対し大阪裁判所の宣告により、摂津国境材目寺町の妙国寺で、土佐藩士の切腹がなされた際、これに立ち会い、その解釈を行う。八百七十年、犯行、地道館で、剣道船業を拝命するも、間もなく、廃藩置県となり、 さらに1876年、配当令が発布され、居合及および剣道が衰退の危機に瀕する中、長谷川流のもう一方の派である谷村派を、第十六代、後藤孫兵衛正助に指示しこれを修行した。1882年、高知県武術会教授を拝命。1884年、道場を退任し、長崎県、高島三菱担鉱の郊外取締監督。 剣道教師を務め、1891年、道場退任。1892年、高知教立学校において、激剣教師を拝命。1893年、道場退任。1893年、谷村亀之助自由の親族である、板垣大輔が、北高市、高知市材木町の部学館で、長谷川英心流野絵術と松島流防術の、 由来と功績を述べ、これらの武術を後世に継承させるために、適切な師範と道場が必要であるとして、居合は、谷村亀之助自由のもとで学んだ、後藤孫兵衛正介、さ術は、新市長の横田七次を、共同役に推挙し、さらに、左縁番の竹村洋右衛門の援助を受けその敷地の一角に道場を建設させ、これら武術の進行を図った。 1894年、東京市芝区の有町館において、激犬教師を拝命。1895年、道場を退任。高知県武術会会長に推挙される。高知県師範学校において、激犬家嘱託教授として報職。1896年、道場退任。1897年、高知県人常中学校において、 激犬教授を拝命するが、病気医学退職。療養の後、石川県警察剣術教師、また、石川立、第二中学校の剣術教師として報職。1899年、第二本部特艦石川地方院を務めるも、翌1900年、病気医学退職。石川県を去り、高知へ戻り、高知県立第二中学校に報職して、激犬教授を務め。 剣道と居合を教えた。1902年、大日本武徳会高知支部剣道教授を拝命。1911年、大日本武徳会剣道教師となり、1912年、高知県第一中学校において助教ゆ心得として奉職。1918年、剣道手ほどきを表す。1924年、 大日本武徳会巨合同藩士となり、これらを指導した。無害流の川崎善三郎と共に、明治、大正の名剣士として知られ、特に八重は、長谷川英心流両派の奥義を極め、これを統一し、無双時期伝英心流、第十七代宗家を継承。門人が多く、江戸時代の土佐藩主であった山内家も、英心流の指導を行っており、 山内陽道の孫にあたる山内豊武田家へも稽古をつける。死者であろうとも弟子の一人であることに変わりないと、大江は人前であっても、三内を抜いてみよと呼びつけるほどであったという。他にも、大江は、後の十八代となる、保山奈美雄、第十九代となる福井春政ほか、森茂木、正岡一志み山本聖介、高田森男などを直門として育てた。 これらの工程によって、さらなる分流が派生した。1927年4月18日、高知市向の口線215番地において聖居。去年76歳。墓は、高知市筆山下村派、谷村派の両方を修行し、その際を知った大江は、英心流を広めるにあたり、場合によっては自伝によって、ばらつきのあった英心流の号の統一化を図った。 初心者であっても覚えやすい用業の一本化が進み、それまで存在していた、開業や裏の形はここからほとんど指導されることは、なくなっていき、これに伴って、号の名称なども言ったという。種目名も星座が、中心の大森竜也を星座伸ぶ、栄心竜也を縦膝伸ぶ、立ちがこれくらいを、居合道行き型といった具合に解消し、立ちがこれくらいに至っては、 本来十本あったところ、七本西古伝の形とも変えられた。五方の解消はともかく、立ちがこれくらいを大幅に変えた理由は、現在にしても、謎とされるが、これは、永心流や道においても、先の剣道系七本に対応させたのではないかという、説がある。こうした、大江の諸行は、現代に古流を学ぼうとする者にとっては、功罪とも言えるものでもあるが、当時、 幕末から明治の世に至たり、栄心流に限らず当時の武術界において、それぞれの流派が、流派存続そのものが危ぶまれていた時期であった。栄心流も同様の状況であり、こうした解消や改め行は、剣道や柔道のように、現代武道化させることで広く多くの人々に、栄心流を学んでもらいたいという大江なりの苦心の策であったとも言われる。ありがとうございます。